皆さん、こんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回のお話は、こちら、教育問題を考える外務省のホームページと日本の教育ということでお届けしようと思います。このお話を通じて、何を学ぶことができるかというと、情報化社会を生きる知恵なんです。情報化社会っていうのは、情報は玉石混合で、もう本当にろくでもないようなものもあれば、もう、ろくでもないっていうよりも、嘘ばっかり。 嘘で固まったようなとんでもないものもあれば正しい情報もある正しいものと間違ったものっていうものをどうやって見極めていったらいいのかということが実はこの動画を通じてご理解いただくことができるということでありますここでね問題にしようとしている外務省のホームページって何かと言いますとこれ外務省のホームページです、えー、こういうのがありますアアジア地域の 歴史関連で歴史問題 Q&A ということで、まあ、いろんなクエスチョンがあってでそれに対する外務省の、まあ、いわば日本政府の公式見解っていうものがここに書かれています。で、この文章っていうのは実は英語で読むことができます。つまり英文で書かれている。英文で書かれていて日本語に翻訳したものも同時に読むことができる。つまり英語と日本語と同じことが書かれている。 いうことですから、まあ、日本の政府の公式な外務省のホームページもありますし、英文で読むことができるっていうことは、まさに世界中の人に読んでいただくことができるような、そういう内容になっているんです。画面ずっと、ずっと下の方に下がっていきますとね、こんなのもあるんですよね。こういう問いね。問い録になりますと、この問題。で、この問題について外務省がどうか、どう書いてるかというと、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないというふうに書いているんです。 外務省が書いてる。で、これ実は非常にある意味玉虫色の書き方でして、あったことは否定できない。否定できない。つまり、たとえ一件でも、たまたま流れ玉に当たって一般の人が亡くなったということであれば、これね、という人がもしいれば、非戦闘員に対する殺害である。で、略奪行為というのは、これ日本軍の 入場後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない。つまり、ここの殺害や略奪行為をしたのが誰かという、この部分には主語がないんです。いいですかなので、この否定できないというのは、日本人が現地の人に対して行ったことであるのか、あるいは現地の人が現地の人に対して行ったことであるのか、どちらに取ることもできるような文章に実は、 なってるんですで。そういう意味では、本当に玉虫色にうまいこと書けやがったな、というふうなものにもなってくるんですけれども、ではなぜ日本の国益を主張すべき外務省があえてこういうことを書いているのかというと、実はここに日本の教育の歪みがあるということなんです。その歪みとは何かというと、 以前お話ししたことがあります。我が国では、歴史化っていうのは、これは GHQ によって禁止をされました。禁止されたのは、こちらにあります。昭和20年に、まず GHQ が教育試練っていうのを出して、この教育試練の中で、日本の終身地理歴史教育を禁止するということで、ここで禁止が言われました。そして、その後、 この禁止令を受けて、昭和22年の学習指導要項で、我が国の文部、まあ当時は文部科学省じゃなくて文部省だったんですけど、文部省が正式に終身歴史地理教育を廃止した。で、社会科という科目を新設しています。ここで終身地理歴史の教育がここで禁止されたんですね。昭和20年。禁止されることによって、学校の教科書、いわゆる墨塗りという、 ことが行われました。もうすさまじくて、兵隊さんの挿絵があったら、この挿絵まで墨で全部消さなくちゃいけないっていう、すごいことが起こったのが、この時期なんです。で、いつまでも墨を塗ったような教科書を使ってるわけにいかないということで、新しい教科書を作るということになるんですけども、その時には、終身歴史地理の教育が廃止されて、社会科という科目の中で、歴史なんかを教えるようになっていった。ということで、そこで、 社会科の中の歴史的分野っていうものが登場します。これね。だから、これ今の教科書です。新しい社会の中の歴史です。こちら、中学社会の歴史的分野、的分野ってちゃんと書いてあります。この教科書が言ってるのは、 これは歴史の教科書ではなくて、社会科の中の歴史の教科書、歴史の教科書なんです。で、社会科と歴史科がどう違うかというと、社会科、これも前の動画でお話をしましたので、詳しいことはそちらをご覧いただいた方がいいかと思うんですけども、簡単に言ったら、社会科っていうのは、社会人として必要な知識を教える学問分野ということになります。だから、例えば、いい国作ろう鎌倉幕府。で、鎌倉幕府というのは、1192年にできたんですよ。社会科は、以上おしまいです。で、歴史っていうのは、 そうではなくて、過去にあった事実を時系列に並べていって、それを口差しにして、なぜそこで鎌倉に幕府ができたのかという流れを学ぶのが歴史学になります。で、歴史学っていうのはストーリーなんです。社会科っていうのはピンポイントなんです。こういうことがあります。以上おしまい。例えば、日本の国会には参議院と衆議院という二つの議会があります。社会科は以上おしまいなんです。歴史家になりますと、なぜ 衆議院と参議院という二つの議会が世の中に生まれたのかということを、これを学ぶことになります。衆議院と参議院ができるその過程、なぜそういうことが必要になったのかという、その流れを学ぶものが、これが歴史。単に衆議院と参議院がありますよっていうだけのものが、これが社会化という違いがあります。で、この社会化を我が国のエリートと呼ばれている人たちっていうのは、 学校で良い成績を取っていて、で、良い大学に入って、国家の行政機関に就職をされたという方が多いわけですよね。これ現実にそうですよね。で、そういうエリートさんたちが落ち込んでしまう落とし穴というのが実はそこにあるんです。社会科を自分は歴史を学んできたんだというふうに誤解してしまう。間違ってしまう。だから、この社会科の教科書の中に、どこそこで、 虐殺が行われましたと。そう主張している国があれば、どこの国とは言いませんけども、オラックスの国は日本軍によって虐殺されたんだということをしきりに言っている国がありますで。そういう国があるということは事実なんです。ということは、社会科の教科書に関しては、社会科の歴史のところでそういうふうに言っている国があるんだ。これ現実にそういうふうに主張している国があるんですよということは、これは社会科の中では必要な学び。 ということになります。必要な、教えることとして必要なことになります。けれども、歴史学の場合は、虐殺があったと言うんだったらば、なぜそこで虐殺が行われたのか、どうして虐殺があったと言えるのか、ということを、事実に基づいてちゃんと検証していって、それをちゃんとしたストーリーにしていくということが必要になってくるんです。で、実は、これをやりますと、ほとんどの嘘がバレてしまいます。 例えば、さっきの外務省のホームページ、こっちへ戻りますとね、こういう問題とかこういう問題とかありますよね。それをひたすら言っている国がありますよね。でも、なぜ、どうしてこういうことが行われるようになったのか、ということを、ちゃんと歴史を紐解いていって、実際にはその時代に何があったのかということをきちんと検証していくと、こんなものはなかったんだという結論にしかならない。 起こりようがないんです。こちらに関しても、日本軍が外地にいた。その国にいた。で、それは侵略なんだという主張なんですね。日本軍は侵略のために大陸にいたんだと言ってるわけです。でも、日本軍が本当に侵略のために行っていたんだとするならば、じゃあどうして日本軍は侵略しに行ったのどうして日本軍がその国にいたの っていうことを、これをちゃんと一つの歴史の流れの中で見ていく必要が生まれるわけです。これが歴史学になります。そうすると、日本軍が元も々ともと大陸にいたというのはそ、そもそもことの始まりとして、新潮末期に義和談があって、義和談事件というのがあって、その後北京議定書というものが、言うものが引かれて、この北京議定書に基づいて、日本は世界中の先進国のともに同じように軍隊を派遣することになった。と。 ただ日本軍が派遣している軍隊は非常に少なかった。で、それがたまたまスペイン風邪が大流行して、そのスペイン風邪の,の大流行があったことと、第一次世界大戦の勃発という二つの事象が重なることによって、ヨーロッパの軍隊はそれぞれ自分の国に引き上げていった。で、日本の兵隊さんっていうのはスペイン風邪に感染する人が少なかったんで、結果として、あとは日本よろしく頼むっていうことで、大陸に治安のために残留せざるを得なかった。 元々日本軍がその大陸にいたのは、今でいう国連の平和維持部隊のような形で、そこの土地に行っていたに過ぎないと。いうことまでちゃんとわかるわけです。で、ところが、それに対して、日本軍を敵対行動を取ることによって、ヨーロッパ諸国から資金を集めようとしたおっちゃんがいた。そのおっちゃんが資金を集めるために日本軍をひたすら敵視するような、そういうふうなものが行われるようになっていった。 結果として通称事件のような人類史上まれなる悲惨な方法で虐殺されるという事件も起こり。で、さらには、もうそんなひどい状態だったらもう、もうみんなで引き上げようぜっていうことで日本人が大陸から民間人ですよ。これが引き上げようとして、当時はあの上海が大きな港町だったんで、上海に日本人が集結した。この集結した日本の民間人を大量に虐殺しようということで、5万の兵力を持って、その上海市を囲んだ連中がいた。で、それに対して日本側が もう果敢に戦って、で、日本人の命を守ったと。でも、この5万の連中を最終的に打ち倒さなければ、もう本当に日本人の命が危ないということで、日本はやむを得ず、上海派遣軍というものを編成して、大陸に兵を進めるような形になっていった。そしたら、日本軍の本体が来たということで、雲の子散らすように、上海から逃げていった。その逃げていった連中が集まった場所。で、この逃げていった連中が、その 中で、いわゆる虐殺のような行為をしていった。これを何とかして平和な状態に戻していくために、日本の兵隊さんたちはそこの町まで行くしかなかった。というふうな、まあそういう一つの流れで物事を順番にきちんと見ていくと、どうやらこれは明らかにおかしいよね。言ってること嘘だよねっていうことが、はっきりと見えてくるんです。冒頭に申し上げた通り、 情報化社会っていうのは、あらゆる情報がいっぱいあります。もう玉石今後どころか、右側の主張もあれば左側の主張もある。いろんなものがわーっとご、もうごたまぜになってるような状態になっているっていうのが、これが情報化社会になります。そうした中で、我々は正しい情報を、その中でしっかりと見極めていかなければならないわけです。そして正しい情報とは、どういう情報のことを言うかというと、答え簡単ですよね。根拠のある情報だってことです。 でもその根拠っていうのは、どっかの大学の先生が本に書いてあるっていうのは、これは根拠にはならないんです。わかります本に書いてあるのは、その先生の意見でしかないんです。その先生の個人的な意見を持って、これが根拠ですって言ったって、そんなものは根拠にならないですよね。そうではなくて、どのような事実があって、その結果、このような状態になっていってるんだということを、これを冷静に客観的に自分の 頭でしっかりと考える。という、この訓練をするのが、実は歴史という学問分野なんです。ただ古い昔を懐かしがるとか、昔こんなことがあったんですよ。あんなことがあったんですよ。源頼朝がいたんですよ。源義鈴がいたんですよ。そういうことを、ただ覚える。丸暗記するというのが歴史ではないんです。そうではなくて、頼朝がなぜ平家と戦おうという決断をするに至ったのか。 そしてなぜ頼朝は鎌倉に幕を開いたのかなぜ源義経は平家を滅ぼすまで徹底的に戦い抜いたのかといったようなことをこれを事実に基づいて一つの流れとして把握していく。それがまさに歴史を学ぶということであり。過去の様々な事例、災害に対してどうやって戦ってきたのかというそういう歴史もあります。一人一人の人生を本当に貧しい状態からスタートして本当にこう大成功していくようなそういう人生もあります。 そういう過去の様々な歴史というものを学ぶことによって、その流れ、なぜこうなっていったのかということを知る。そうすると、現代に起きている様々な問題も、事実に基づいてなぜそういう問題が今起きているのかということが、これがわかるようになる。そうすると、流れがわかれば、流れていく先も見えますから、ここの流れをいい方向に変えていくという知恵も生まれてくる。 そのための訓練をするのが実は歴史学を学ぶということになるわけです。そういう意味で情報化社会の中にあって我々はしっかりと自分の頭で考えるというものを身につけていかなくちゃいけないんですけれどもでも残念なことに GHQ が引いたレールによって社会化と歴史学を混同してしまってる。その混同がそのまんまこういう外務省の ホームページになってしまってる。ということなんです。どう見てもこれ、ね、歴史関連、歴史問題と書いてありますよね。歴史問題と言いながら、実際には社会化問題。よその国がこういう主張してますよと。根拠のない主張してるんだけれども、根拠のない主張してるということについて、ただ単にそれを歴史問題だと、ここは吐きがえることによって、結果として日本を貶めるようなことになってしまってる。未だに、 GHQ の影響を受け続けて日本のエリートさんが思考停止に陥ってしまっているということを象徴しているのがこちらではないかなというふうに思えるわけです。そういう意味では日本の政治や行政を司るお役人さんたちもあるいは国会議員さんたちもしっかりと改めて私たちの日本の国というこの日本の国の国柄とそして私たちの国の 本来の歴史、歴史っていうのは流れですよ。その歴史の流れっていうものをもう一回ちゃんと勉強していただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。僕も勉強します。皆様もご一緒にですね、様々な流れを学んでいくことができたらいいなというふうに思っております。で、本日のこの動画もまたこのもうちょっと詳しい話を 裏結びの方で行ってまいります。裏結び大学は下の URL の方からご参加いただくことが可能になっております。ご希望のある方はぜひですね、1ヶ月間無料ですのでご覧いただけたらと思います。日本をかっこよく結び大学でございました。